はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さん、マスターデュエルは楽しんでいらっしゃいますか？マスターデュエルには現在1万種以上のカードが実装されていますが、マスターデュエルに一生実装されないとされるカードがいくつか存在しているのはご存知でしょうか？まあ、それが何かというと、高橋和樹先生が自らデザインしたカードであり、高橋和樹先生のサインが書いてあるカード、これです。まあ、他にもね、大人の事情で実装されないカードってたくさんあると思うんですが、高橋先生がデザインしたカードね、めっちゃくちゃ強いカードが多いし、エモいカードが多くて、僕めっちゃくちゃ好きなんですよ。今回はマスターデュエルには一生実装されないかもしれない高橋和樹先生がデザインしたカードランキング、こちら発表していきたいと思います。ちょっと全部発表してると時間足りないので、ランキング形式で第5位から第1位まで、個人的、完全個人的見解によるランキング発表していこうと思います。やっていきましょう。第5位、マジマジマジシャンギャル、まあ、いわゆる黒ギャルブラマジガールと言われてるやつですね。2011年12月に登場したカードなんですけども、なんか海外版が一向に登場しないカードと、しても有名らしくて、まあ、理由はよくわかんないですけど、イラストがあまりにも、もともとこのカードは、高橋先生が黒いブラックマジシャンガールを描いたらしいんですけど、まあ、それが OCG 化されるときに、なんかマジマジマジシャンギャルっていう名前になったらしいんですよね。名前スケベすぎません？ステータス解説すると、エクシーズ効果モンスターで、ランク6、闇属性の、魔法使い族、攻撃力2400、守備力が2000と、魔法使い族レベル 6×2 っていうね、ちょっと難しい条件で、出すことになります。ブラマジデッキであれば結構そのブラックマジシャンガールプラス、幻想の見習い魔導士とか、で出せるんで、まあ、割と出しやすいかなって感じですね。現在のブラマジデッキだったら結構、ソウルスとかのサポートが豊富で、まあ、ガール自体が出力簡単になってるんで、かなり出しやすいブルーになってるんじゃないかなとは思いますね。ちなみにランク6エクシーズ魔法使い族モンスターってね、幻想の、黒魔導士かの下敷きになれるんで結構優秀っていう。で効果は、まあ、そこまで強くないかな。一旦に一度このカードのエクシーズ体を1つ除いて、手札を1枚ゲームが除外すると、相手のフィールドのモンスター1体を選択して、コントロールパクるか、相手の墓地のモンスター1体選択して、それ特殊化するかみたいな、まあ、どっちか選べるよみたいな感じの効果になってます。手札コストちょっと重いので、まあ、コンボ用カードかなって感じなんですけど、まあ、とにかくこのカードはイラストがだから、はい、とても好きなカードですね。はい、僕はちなみにリアルの方の、OCG の方でこのカードは額縁に入れて飾ってます。第4位、レッドアイズオルタナティブブラックドラゴン、デザインめっちゃかっこいいよね。やっぱ高橋先生書き下ろしって感じするんだよね。これ、こちらに高橋先生 のサインもカードに書かれてるんですけども、ブルーアイズオルタナティブの、まあ、レッドアイズ版といって言ったらいいのかな、まあ、2019年の2月に登場したカードで、20th アニバーサリーレジェンドコレクションっていう、なんか遊戯王の映画とかで使用されたカードとかが多数収録されている激エモパックがあるんですけど、それに入ってる、カードです。ステータスは、特殊召喚、効果モンスターでレベル7、闇属性ドラゴン族、攻撃力2400、守備力2000、まあ、要はレッドアイズステータスですね。でこのカードは、通常召喚できませんよと、自分の手札フィールドからレッドアイズモンスター一体をリリースした場合に、特殊召喚できますよと。この方法によるレッドアイズの、オルタナティブ、ブラックドラゴンは、一旦一度しか特殊召喚できませんよというところですね。ブルーアイズはね、見せただけで特殊召喚できるじゃないですか、オルタナティブって。なんかね、レッドアイズはね、一応ね、リリース必要とするんで、まあ、正眼と比較すると、ちょっとコストは重いっちゃ重いんですけど、まあ、レッドアイズって墓地に置いてあることに意味があるようなカード結構多いじゃないですか、蘇生札多いとか。なので、これはこれで噛み合ってるんですね。で、効果解説。このカードが、戦闘または相手の効果で破壊されたら、レッドアイズオルタナティブブラックドラゴン以外の自分の墓地のレベル7以下のレッドアイズを蘇生できる。この方から特殊化したモンスターがレッドアイズだった場合は元々の攻撃力が倍になると、まあ、要はこれ自爆特攻とかでも発動できるんで、まあまあ使いやすくはあるし、あとバニラレッドアイズをね、その、活躍させる方向性のなんか効果してるから、僕はめちゃくちゃ好きですこれ。ただね、レッドアイズにやっぱりちょっと必要なのはね、まあ、正直こういうカードかと言われるとちょっと怪しくて、やっぱね、レッドアイズに必要なのって個人的にはですよ、レッドアイズフュージョンのなんか制約とかを無視できるようななんかアナコンダみたいなモンスターだと俺は思ってるんですよね。なんでちょっとこいつが発表された時はちょっと個人的には少しがっかりしたなっていう記憶はあります。はい、まあかっこいいからいいかってなったんだけどね。
レッドアイズを4800で蘇生させてから4800バーンっていう黒煙なんでっていうロマンコンボも可能となってますんで、まあ、そんなことをしてる暇があったら先行番記をしようみたいな話もあるんですけど、まあこのカードはまあ結構好きなカードの部類かなと思いますね、個人的には。第3位、マジシャンオブブラックカオスマックス。これかっこいいよね。高橋先生の書き下ろしでございまして、まあ、サインが書かれたりしてるんですけども、マジシャンオブブラックカオスのリメイクになってますね。こちらも2019年の2月に登場した、20th Anniversary Legend Collection さんに、なってます。儀式効果モンスター、レベル8、闇属性魔法使い属、攻撃力2800、守備力2600ということで、まあ、マジシャンオブブラックカオスも同じですね。ステータスはとても優秀で、あの儀式モンスターなんでサポートがめちゃくちゃ豊富だし、まあ、サーチもしやすいですね、非常に。まあ、高等儀式術でポン出しできるし、まあ、現代遊戯王でもやっぱり割と現実的に活躍させやすい部類になってるんじゃないかなと思いますね。効果なんですけども、このカードが特殊召喚に成功した場合、自分のフィールドのモンスター1体をリリースし、このターン相手はモンスターの効果を発動できないという効果があります。儀式召喚ではなくて特殊召喚で反応するっていう効果なんで、まあ、相手のターンでこいつを出してクソゲーするみたいなことも可能だとして、先行で出したこいつをなんかダイナモンドっていうスターで相手のターンに蘇生するっていう最強コンボもあるし、あとメガリスとか使ってね、あの相手のターンに出すみたいなコンボもできて、この、ね、一番の効果はね結構ねなんかあのクソデッカーにとっては割と嬉しい効果になってますね。でこいつが戦闘で相手モンスターを破壊すると、自分の墓地の魔法カードを回収できるっていう効果もあるんで、まあ、割と優秀な効果かなというところですね。こいつはとにかくねイラストがかっけえのよ。マジでこれ使いたいんだけど、ちょっと頼むコナミ何とかしてくれ。突然ですが皆さんはCシャご存知ですか？Cシャとは水タバコのことでございまして、最近 SNS でも話題になっていて、僕もね今は日常で使ってます。以前紙のタバコに代わる携帯型Cシャターレスネクストをご紹介させていただきましたが、今回は新商品持ち運べる携帯型Cシャベイプエンジンのご紹介です。中身はこんな感じになってまして、持ち運べるサイズ感になってます。デザインもスタイリッシュでかっこよくてですね、メカニックな感じになってますね。開封したらあの面倒な設定とかなくてすぐに吸い始めることができるんでめちゃくちゃ便利です。実際に使ってみての使用感なんですけども、とにかくね味が濃いですね。あの濃厚というか、まあ、遊戯をしているとですね、相手のまあ展開眺めている時とかはまあマジでやることないじゃないですか。そんな時にね最適なのがこのベイプエンジンなんですね。つまりですね、今の僕にとっては遊戯をするには必需品と言ってもいいかもしれません。そもそもベイプエンジンって何なのかという話なんですが、まあ、持ち運べる携帯型 C 社でございまして、まあ体にね有害なニコチンとか、まあ、タール、これがゼロになってまして、かつ濃厚な味が特徴となってます。部屋とかあと車内で吸っても嫌な匂いがつかないんでとってもいいですね。とにかくめちゃくちゃ売れてる商品でございまして、楽天週間ランキング3冠、楽天デイリーランキング3冠、楽天リアルタイムランキング4冠、アマゾン売れ筋ランキング1位と、まあとにかくめちゃくちゃ売れてます。味は何種類あるかっていう話なんですけども、まあ、定番フレーバー8種類あったり、まあ、季節限定フレーバーも存在してまして、まあ、個人的なおすすめはね、あのねマンゴーアイス、これマジでうまい。とにかく味が濃くてねおすすめなんで、ぜひ一度試してみてください。今回視聴者の皆さんに限定で Amazon でお得に使える 20% オフクーポンを発行してもらってありますんで、詳しくは概要欄をチェックしてください。気になったらぜひ買ってみてね。第2位、光の創造神ホルアクティ。これはなかなかのロマンモンスターだよね。これも先生の書き下ろしでさサイン書かれてるカードなんですけど、ホルアクティプレゼントキャンペーンっていうキャンペーンが あって、これで配布されたカードで世界にね1万枚しか、ないカードですね。マジでレアです。2024年現在は一応約50万円ぐらいで、1枚ね取引されてます。ステータスはレベル12、神属性、創造神族、攻撃力はてな、守備力はてなっていう。創造神族ってねこいつしかいないと思います。確か、創造神族っていうこのこいつのみの種族の、カテゴリーのモンスターで、神属性攻守ゼロハテナだから、なんかねサポートカードも結構少ないんだよね。まあ、今だったら多分スモールワールドとか使ったらあのサーチはできるのかもしれないけど、サポートカードは非常に少ない。で、効果はね、まあ、めちゃくちゃロマンが溢れてまして、通常召喚できないと。自分のフィールド上の元々のカード名がオシリス、オベリスク、ラとなるモンスターをそれぞれ1体ずつリリースしたら特殊召喚できて、で特殊召喚が無効化されないし、特殊召喚したプレイヤーがデュエルに勝利するっていう、出したら勝ちっていうカードなんですね。はい、ロマンだね。ちなみに出したら勝つっていう効果外
テキストは、まあ、スキルドレインとかで無効化できないよっていうね、最強の効果してます。はい、召喚条件をね、こいつ無視して出す方法も一応、ね、なんか、唯一、現代遊戯王だと、なんか、転生の復讐っていう、まあ、相手のデッキの中のカードをパクって出すっていうカードがあるんですけど、それぐらいらしくて、このカードを特殊ができる方法が。だから、まあ、ほぼ、召喚条件無視で出せないから、まあ、基本的には聖域召喚を狙っていくっていうあのデッキになりますね。第1位、ブルーアイズ、オルタナティブ、アルティメットドラゴン。こいつ、デザインがまがまがしくて、すげえかっこいいんだよね。なんか、原作っぽい感じっていうのかな。こちらもね、あの2019年の2月に登場した、20th Anniversary Legend Collection さんのカードでございまして、ね、融合手段がすげえロマン性高くて、ブルーアイズプラスブルーアイズプラスブルーアイズっていう、まあ、アルティメットドラゴンと同じ召喚条件になってます。まあ、緩い、緩いです。まあ、ある程度は、これ、ブルーアイズデッキであればね、墓地融合手段とかも結構あるんで、まあ、出そうと思ったら結構簡単に出せるかなっていう気がするね、このカード自体は。で、あ、オルタナティブとかもあるから、オルタナティブってほら、ブルーアイズ扱いになるから。はい。で、効果解説なんですけど、まず、ね、こいつの耐性クソ硬いっす、フィールドのこのカードは相手の効果の対象にならず相手の効果では破壊されないという効果を持ってます。禁止カードのドラグ味を感じますね。で、効果、2番目、1ターンに1度相手のフィールドの、カードを1枚対象として、そのカードを破壊しますと。で、元々のカード名が、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンとなるモンスターを素材としていると、効果の対象を2枚または3枚にできますと。で、こいつは、この効果を発動すると、まあ、攻撃できないよっていう効果になってるんですけども、まあ、有名なコンボはね、アルティメットフュージョンっていうカードでブルーアイズとブルーアイズとオルタナティブとかを融合して出すと相手のカードなんか5枚くらい破壊するっていう。そんな破壊する必要ねえだみたいな激ヤバムーブがあって、これ結構ロマン性高いんだよね。まあ、ちなみにアルティメットフュージョンは速攻魔法なのもあって相手のターンでこいつを出すっていうことも一応できるんで、まあ、結構強いコンボになってるのかなっていうふうに思いますね。一回ね、動画でやってみたいのはやっぱりその普通にこいつを融合してこのカードの効果で相手の盤面を荒らした後に融合解除でブルーアイズを3体並べてなんかぶん殴りたいと思ってるんですけど、まあこれなかなか決まる、なんか時は来るのかなというふうに思うんですけどね。ちょっとマスターデュエル実装してくれんか。はい、ということで、今日はたらたら僕が好きなカードをくっちゃべるだけという動画になってしまって申し訳ございませんでした。まあやっぱね、大人の事情で使えないんじゃないかなと思ってはいるんですけど、なんとかコナミくんなんとかしてくれんか、頼む。頼む、課金するから。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。